軽い方が、有利かなと思います。まあ、一歩一歩が重くなってしまうということもあるし、で、まあ、それが原因で、まあ、疲れ疲労につながったりとか、予期せぬ、まあ、トラブルにつながったりとか、そういったことも考えられるので、まあ、軽いシューズを選ぶ方がいいかなと思います。まあ、実際見てみて、で、触ってみて、ソールがすごい頑丈 で作りもしっかりしているから重いかなと思ったんですけど、いざ履いてみると全然そんな重さも感じなくて、非常に軽い一足だなと思います。足首周りの、可動域がやっぱり自由が利くのがローカットなので、はい、その、まあ、点に関しても、うん、非常にこう取り回しの効きやすいというか、はい、歩きやすい靴だなと思います。座って地べたに座ってとか、そういうスタイルの時もやっぱり短い分、うん、すごい扱いやすいので、はい、脱ぎ履き しやすいですね。だから履いてて全然苦にならないので、まあ、この靴一足でそのまま、まあ、キャンプして、でそのままハイキング行ってもいいし、まあ、その逆でもいいと思うし、うん、なんで何足も持つ必要もないのかなっていうふうなところがいいところですね。でも結局はオールラウンドというか、いろんなシーンで使える一足だと思うので、うん、これ一足あれば、はい、広くカバーできるじゃないかなと思います。で実際価格帯も非常に求めやすい価格なので、まあ、これから始めようという方にはぴったりの一足なんじゃないですかね。